皆さんこんにちは、グリザイアファントムトリガー有坂詩織役の伊沢美香子です。今回は 5.5 巻と6巻が合わせてリリースということで、なんとですね、ついに有坂先生にスポットが当たる回となりました。結構イベントとかこう渡し会のタイミングでも、いつか有坂先生メインのお話見たいですとか、こう過去をもっと知りたいですっていうコメントをいただいていたので、今回演じることができてとっても嬉しく思いました。個人的にですね、今回の注目と言ったら変なんですけども、新鮮だなと感じた点は、有坂先生が結構ミリタリー用語を徐々に使い始めていたので、それはすごく新鮮でした。いつも受け身としてみんなから説明されるのを聞いているばかりだったんですけど、結構有坂先生の口からも専門用語が出てきたので、そういう意味でもこう進化しているんだなというのを感じました。はい、私もそれに習うように結構その名前とかを検索して画像とか見てみたりしながら、ああこういう世界観なんだなというのを改めて感じました。またですね、ストーリーの面では結構有坂先生のこう深い過去に触れていくので、はい、演じるのも大変だったんですけども、有坂先生のこう過去を触れるに従って、そう今の人柄ができるに至った経緯を知ることができたので、なんかこう私も有坂先生ファンとして、こう有坂先生のことを応援したくなるような感でした。ぜひね、あの 5.5 巻とそして6巻と大ボリュームですので、合わせて楽しんでください。ということで、有坂詩織役伊沢美香子でした。楽しんでくださいね。